演武開演。どうも、本日はこちらパワーブリーズプラスという商品を紹介したいと思います。こちら以前、通常版のパワーブリーズは以前から私も使っていたんですが、今回こちら改めてプラス版を買ってみました。以前より強度加えやすく、そして強度も上がっています。運動強度のことですよ。決して硬くなってるわけじゃないですからね。では使ってみたいと思います。うわ、単純だけど効きますね。このようにして呼吸筋を鍛え、体幹を鍛えるためのトレーニング器具です。これだったらこのようにパソコンを触りながらでも使えるので、座り作業が多い方にもいいのではないでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。